皆さんこんにちは。今回は大阪オートメッセでソアのデモカーを作成したので、それをお伝えしていきます。以前から告知していたんですが、ソアジャパンが大阪オートメッセに出展するということで、取り付け店を代表してデモカーを作成していました。オートメッセといえば様々なカスタムカーが並ぶイベントです。そんな中でソアの魅力といえば、やっぱりハイブリッドでもマフラー音を楽しめるというところです。なのでレクサスの中でも LC のハイブリッドを選択しました。ではカスタム内容を順番に紹介していきます。まずはいつも通りマフラースピーカーの施工に取り掛かりました。ただオートメッセにはソアのことを知らない方がほとんどだと思います。なので普段お客様の車に施工するのとは違って、あえてスピーカー本体が見えるように施工しようと思います。何度も話し合いをして位置を決めていきます。当初は真横に向けて取り付ける予定だったんですが、それだと音の出口がホース面とで塞がってしまうので、ハの字になるよう斜めにつけました。今回は2スピーカーです。バンパーをくり抜いてスピーカーの太鼓部分が見えるようにします。印をつけてそれに合わせて施工していきます。そして配線作業をしてもらいます。サウンドは動画の後半で紹介します。続いてフロント、サイド、リアにエイムゲインのエアロを巻きました。カーボン製でデザインとしてはシンプルなんですが、よりスポーティーな印象が強くなります。エアロを取り付けることで全体が低重心に見えるんですが、それだけでなく今回はダウンサスの取り付けも行いました。
そしてホイールも変更しました。ちなみにこのホイールはアメリカ製で、日本ではまだ未発売のものになります。今年度中には日本にも正規代理店ができ、皆様もご購入いただけるようになります。はい、というわけでこちらが完成した LC になります。完成後一番車高が低かった状態なので地面スレスレです。横からの角度が一番カスタム内容を感じられるのではないでしょうか。そしてリアはこんな感じです。会場ではスピーカー部分をライトアップしていたので、よりスピーカーの存在をアピールできたと思います。ソアのステッカーも各所に貼らせていただきました。では実際にエンジンをつけていきます。今回オートメッセでは実際に車のエンジンをつけることが禁止されていました。なのでイグニッションオンの状態でエンジンがかかった状態と同じように設定するのに少し苦労しました。このソアのスピーカーは取り付けれる部分があればどんな車種でも取り付けは可能です。なので実際ご相談いただければと思います。正規の取り付け1号店ということで、これからもソアを多くの方に楽しんでいただけるよう頑張りますのでよろしくお願いします。実際にこのデモカーゼニスに戻ってきて展示して実際に見ていただくことも可能ですので、そちらもお問い合わせいただければと思います。以上ソアデモカーの紹介でした。